演劇文庫より刊行されているちょっと不思議な青春物語、青春豚野郎シリーズの最新第10弾、青春豚野郎は迷えるシンガーの夢を見ないが、2020年青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ないは、シリーズ累計180万部突破の人気作、桜草のペットな彼女でタッグを組んだ鴨志田一さんと、人気イラストレーター溝口圭司さんによるライトノベルだ。思春期にだけ起こる不思議な現象、思春期症候群に振り回される高校生の主人公あずさ川崎太志と個性的なヒロインたちとの物語を描いた青春ドラマが描かれる。2014年4月にシリーズ第1弾となる青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ないを発売。以降2018年10月に TV アニメ化、2019年6月に劇場アニメ化をした演劇文庫の人気作品だ。あるある青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ない先行上映会で、青春豚野郎は夢見る少女の夢を見ない劇場上映決定。今回2020年2月7日金曜日に最新第10弾青春豚野郎は迷えるシンガーの夢を見ないが発売されるのに先駆け、 TV アニメ版のキャスト8名を起用した大学生編 PV が公開された。また青春豚野郎は迷えるシンガーの夢を見ないの発売を記念して、キャラクターと同名のサービスエリアに設置されている伊藤への自動販売機にスペシャルポスターが掲出されることが決定した。TV 大学生編、出演あずさ川崎太志、石川海人、桜島あさぎる、瀬戸正美、古賀智恵、東山奈緒、双葉梨央、種崎渥美、豊浜のどか、内田新玲、あずさ川花楓、久保ゆりか、牧野原翔子、水瀬祈り、広川あずき、雨宮隆。イントロダクション、ちょっと不思議な青春物語シリーズ待望の第10弾大学生編開幕。忘れられない高校生活もいつも天然なあの宇月が周りの空気を読んでいるヘリップ違和感を覚える崎太志をよそに、他の学生たちは誰も彼女の変化に気づかない。これは未知なる思春期症候群との遭遇か、それともサービスエリアポスター掲出情報、掲出場所あずさ川サービスエリア、桜島サービスエリア、牧野原サービスエリア、古賀サービスエリア、双葉サービスエリア、豊浜サービスエリア、広川サービスエリア掲出期間、2020年2月7日金曜日より順次地域により掲出期間が異なる場合がございます。掲出は伊藤への自動販売機のみとなります。イベント情報、サイン会著者鴨志田はじめとイラストレーター溝口圭司によるサイン会が純駆動書店池袋本店にて開催。日時2020年3月21日土曜日12時45分会場13時0分開始。サイン会は3部制です。整理番号により開始時間が異なります。会場純駆動書店池袋本店。 B1F コミックフロア応募方法、抽選期間2020年2月7日金曜日から2020年3月1日日曜日当選発表、2020年3月11日水曜日第17回湘南藤沢フィルムコミッションフォーラム物語の舞台藤沢にて著者鴨志田はじめによるトークショーが開催。日時2020年3月28日土曜日、受付会場13時30分開会、14時0分終了、15時0分予定。会場 F プレイスホール、藤沢市藤沢公民館労働会館等複合施設、藤沢市本町 1-12-17、 定員200名。はがきの場合は3月4日発送、メールの場合は3月4日以降に順次通知します。
重複の申し込み及び記載情報の不備は、すべて無効とさせていただきます。お申し込み先、湘南藤沢フィルムコミッション公益社団法人藤沢市観光協会、メールアドレス fc-info@fta-shonan.jp、 FC フォーラム応募係、住所郵便番号 251-0035、 神奈川県藤沢市片瀬海岸2-20-13、公益社団法人藤沢市観光協会 FC4 の応募係。思春期にだけ起こる不思議な現象、思春期症候群に振り回される高校生の主人公あずさ川崎太と個性的なヒロインたちとの物語を描いた青春ドラマが描かれる。2014年4月にシリーズ第1弾となる青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ないを発売。以降、2018年10月に TV アニメ化、2019年6月に劇場アニメ化をした電撃文庫の人気作品だ。RR 青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ない先行上映会で、青春豚野郎は夢見る少女の夢を見ない劇場上映決定。今回、2020年2月7日金曜日に最新第10弾青春豚野郎は迷えるシンガーの夢を見ないが発売されるのに先駆け、 TV アニメ版のキャスト8名を起用した大学生編 PV が公開された。さらに3月21日土曜日にはジュンク堂書店池袋本店にて著者鴨志田一さんとイラストレーター溝口啓司さんによるサイン会が、3月28日土曜日には物語の舞台藤沢にて鴨志田さんによるトークショーが開催されるので、ぜひチェックしていただきたい。TV 出演、あずさ川崎太、石川海人、桜島あさぎる、瀬戸正美、古賀友恵、東山直二人を、種崎渥美、豊浜のどか、内田新霊、あずさ川花楓、久保ゆりか、牧野原翔子、水瀬祈り、広川うずき、天宮隆。イントロダクション、ちょっと不思議な青春物語、シリーズ待望の第10弾、大学生編開幕。忘れられない高校生活も終わり、崎太たちは大学生に、新しくも穏やかな日々を過ごしていた。そんな秋口のある日、さっきの本当にうずきだった？アイドルグループスイートバレットのリーダーうずきの様子がなんだかおかしい。いつも天然なあのうずきが周りの空気を読んでいるヘリップ、違和感を覚える崎太をよそに、他の学生たちは誰も彼女の変化に気づかない。これは未知なる思春期症候群との遭遇か、それとも、サービスエリアポスター掲出情報、掲出場所、あずさ川サービスエリア、桜島サービスエリア、牧野原サービスエリア、古賀サービスエリア、双葉サービスエリア、豊浜サービスエリア、広川サービスエリア掲出期間、2020年2月7日、金曜日より順次、地域により、掲出期間が異なる場合がございます。掲出は伊藤への自動販売機のみとなります。イベント情報、サイン会著者鴨志田はじめとイラストレーター溝口啓司によるサイン会が、ジュンク堂書店池袋本店にて開催。日時、2020年3月21日土曜日12時45分会場、13時0分開始。サイン会は3部制です。整理番号により開始時間が異なります。会場ジュンク堂書店池袋本店。B1F コミックフロア応募方法、期間中、ジュンク堂書店、
池袋本店にて、電撃文庫、青春豚野郎シリーズの第1から10弾、ドラマ CD 付き特装版含むを抽選期間、2020年2月7日金曜日から2020年3月1日日曜日当選発表、2020年3月11日水曜日。第17回湘南藤沢フィルムコミッションフォーラム物語の舞台、藤沢にて、著者鴨志田はじめによるトークショーが開催。日時、2020年3月28日土曜日。受付会場、13時30分。開会、14時0分。終了、15時0分。予定、会場、F プレイスホール、藤沢市藤沢公民館労働会館等複合施設。藤沢市本町1-12-17、定員200名、申し込み制、抽選、参加費無料。申し込み方法、締め切り、メールヘリップ、2月24日月曜日23時59分まで、はがきヘリップ、2月24日月曜日一着。抽選の結果は当選者のみに通知いたします。はがきの場合は3月4日発送、メールの場合は3月4日以降に順次通知します。重複の申し込み及び記載情報の不備は、すべて無効とさせていただきます。お申し込み先、湘南藤沢フィルムコミッション公益社団法人藤沢市観光協会。メールアドレス、fc-info@fta-shonan.jp、 fc フォーラム応募係。住所、郵便番号 251-0035、 神奈川県藤沢市片瀬海岸 2-20。 公益社団法人藤沢市観光協会 fc フォーラム。046-24-4555、湘南藤沢フィルムコミッション。